校中の皆さんこんばんは。毎月6日北区でアクション、ノーワイ北区アクションのメンバーです。今夜はこの王子駅北口を使って約1時間みんなでアクションを行いたいと思います。今日も私たちのこの行動に、一緒になって共感して、スタンディングをされている皆さんもいらっしゃいます。ありがとうございます。今日私たちはこの場所で1時間このアクションを行いますが、今国会では憲法改正を進めようとしている、安倍首相の動きに対して、全国で憲法を改悪するなという3000万人の署名を集めております。今日もこの署名用紙を持った人が立っております。合わせて皆さんにブルーのチラシもお配りしておりますので、ぜひ皆さん受け取って読んでみてください。それでは一番最初のスピーチは、実行委員長の渡辺さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。実行委員長をしています渡辺と申します。ノー北区アクションにご参加いただいて、スタンディングされている方、聞いていただいている方、本当にありがとうございます。2月6日本当寒いですけれども、これから1時間宣伝を、そしてスピーチさせていただきます。今日は青いチラシを配っております。憲法をなぜ変えてはいけないのかっていうことを、いろんな方々が文章で書いていただいています。ぜひ家に帰って読んでいただければなと思います。合わせて憲法を変えない、憲法9条をこのままで未来に渡していこうっていう、そういう署名が3000万人集めたいんで、3000万署名って私たち呼んでいるんですけれども、その署名も行っております。ぜひ足を止めて聞いていただければというふうに思います。皆さんも昨日ニュースで聞いたと思うんですけども、佐賀で自衛隊のアパッチというヘリコプターが墜落しました。これは乗っていた自衛隊員の方も亡くなって、大変悲惨な事故になりましたし、合わせて民家に突っ込んだことでそこで炎上もしたという、一歩間違えばさらに大きな被害が出たというふうなことになります。私はこのニュースを見てて、2つこれってあれ、今まで自分が思っていたことと違うなっていうふうに思っているんですけど、1つは自衛隊は日本を守るために、ある、だから専守防衛のそういう、部隊であるというふうに、組織であるというふうに聞いてたんですけども、アパッチっていうヘリコプターは対戦車作戦ということで、その戦車を壊すために、破壊するためにミサイルを搭載しているとかいう攻撃型のヘリコプターっていうふうに説明されていたんですね。なんで専守防衛のためにある組織がこういう攻撃型のヘリコプターを持っているんだろう、それをそのヘリコプターをアメリカから買っているんだろうっていうふうな疑問ですね。そしてこの事故を受けて防衛省はこの関係する機体、またはそういうに関係する機体について整備することと合わせて飛行をやめると、はっきり事故が原因がはっきりするまでやめるというのを昨日のうちに発表したんですね。しかし一方で沖縄で起きているアメリカ軍のオスプレイやヘリコプターの墜落事故があっても、その1週間もしないうちに訓練が再開されている。アメリカはそういうふうな、アメリカ軍はそういう態度をとっているし、日本政府はその飛行をやめろというふうに言わないんですね。なんで佐賀で起きた事故と沖縄で起きた事故を起こしたのが自衛隊、米軍っていうふうに違いはあるにしても、結果取る日本政府の態度の違いっていうのは何なんだろう。
同じ日本人で同じ日本国のはずなのに、なぜアメリカのやっていることについて何一つやめろと、間違っているからはっきりするまでやめろと言えないんだろう、本当におかしいと思うし、本当に私たち沖縄で起きていることをやっぱり人ごとっていうふうに思ってはいけないっていうふうに思いました。やっぱり基地があり、そこに兵器があれば、それを当然ですけど使う、使えば事故も起きる、そういう構造が沖縄だけじゃなくてこの日本の本土でもあるんだっていうのをまだまだと示したのが今回の事故だったんじゃないかなっていうふうに思っています。私は戦争につながるあらゆることに抗議の声を上げていきたいっていうふうに思っています。ですから自衛隊に対してはこういう攻撃型の兵器なんていうのは持つもんじゃない、だって専守防衛ですから、ぜひそういう面でやっぱ自衛隊も変わっていってほしいな、私たちの望む救援支援のためにぜひ活躍してほしいし、そういうためにお金も使ってほしいっていうふうに思っています。今日は残り8時までここで宣伝をさせていただきます。皆さんぜひ足を止めて聞いてください。署名も行っております。ビラも配っていますので、ぜひ手に取って後でお読みいただければと思います。ありがとうございます。